パッチ TV 始まりました。パッチ TV、 痛む心へ手を当てる、そんなさりげない思いやりの意味を込めて、情報を共有することを目的にしている番組です。病に負けないように頑張っている人と、そこへ寄り添うサポーターの方へ、今を生きる元気をお届けしたいと願っています。こんばんは、ドリームクラフトオノリンです。2010年9月の11日、さあ今日は各地で始まったリレーフォーライフのリレーをお届けします。さあ今日はですね、3カ所でリレーフォーライフが行われてきたんですね。静岡、芦屋、愛媛というところです。静岡御殿場陸上競技場、芦屋市の、川西運動場体育館、それから愛媛、城山公園、堀之内地区ふれあい交流広場、ということですね。 JR 松山駅の駅目の前だというふうに伺っています。さあ、どんな感じの、リレーフォーライフが今日はスタートしたんでしょうか。ホームページの方から少しずつちょっと見ていこうと思うんですね。まずは愛媛行ってみましょうか。はい、愛媛のホームページです。はい、愛媛のホームページ、愛媛初リレーフォーライフ開催という形でやってますね。でしっかりとホームページのところには、石川亮君の、応援と、それから上原プロの応援、ゴルフのところのプロが、リレーフォーライフを応援してますという、そういうページで、きちんと案内をしてくれてますね。で残念ながら今愛媛の方とこう、なかなかつながりにくいかもしれませんけれども、今日これから電話をしてみようかと、ね、思ってるんですよ。どんな状況でしょうか、愛媛の方。いきなり電話しちゃいますからね、どうなることやら。はい、電話番号こちらですと。電話しますよ。はい、ほら、よいしょ、08、残念ながらこの番号が無効な番号ですって言ってますね。地域を指定すればいいのか。これだな。はい、これで行ってみましょう。愛媛の実行委員会に、お電話を差し上げてるんですけれども、どうでしょうか。あと3回でしょうか。はい、残念ですね。お忙しいようでしょうか。お電話ありがとうございます。はい、ですね。はい。愛媛の実行委員会の方はちょっと今お忙しくてお電話つながらないのかもしれません。ということで、次は芦屋に見てみましょう。はい、芦屋ですね。リレーフォーライフの本当に始まった時から、最初の頃からの老舗みたいなところですね。芦屋市川西運動場やってます。さあこれもどんな状態なんでしょうか。芦屋はですね、残念ながら電話番号がわからなかったので、今回は、陰から応援してますよということでお送りしたいと思います。さあ、タイトルのこれ芦屋の方ですね。愛媛じゃない、芦屋でした。はい、芦屋の方の、リレーフォーライフも、お昼から、いや違うね、5時からスタートされたんですね。17時からスタートされています。
ということは、この2時間前ぐらいからね、始まって、サバイバーズラップスタートして、それからしばらくするとルミナリエというふうになっていったんじゃないかなと思いますね。はい、その次はじゃあ静岡見てみましょうか。はい、静岡です。富士山が見えるところのね、すごく綺麗な御殿場陸上競技場というところでやってらっしゃいましたね。で、実はですね、リレーフォーライフ静岡はなんと映像のサイトをこうね用意してくれてるんですね。ユーストリームのところの中で iPhone から、上げてくれてる一歩一歩チャンネルっていう一歩チャンネルっていうね名前になってますね。で、今少しずつあの映像がこう上がってるんですけれども、とってもいい雰囲気ですよ。ちょっと見てみましょうか。今の、一番最初の頃のムービーを呼び出してみましょうか。アーカイブされているのでとっても楽しそうに見えますね。はい、たくさんありますよ。これ皆さん見て楽しんでくださいね。これがまず一番最初のムービーになります。はい、ゴー。一歩チャンネル、富士山ね、みんなで登ったりとかってする、そういうような、ことをやってらっしゃったりするんですね。さあどうでしょうか。歩き始めてるところですね。リレーフォーライフの会場です。あ、リレーフォーライフの会場ですね。あ、82.9 今それ聞きに行こう思ったの。こんな感じで、はい、これも今あるもうこの同時に録音もされるんですね。これ録音されるって言います。1人視聴中なんです。はい、ラジオで何か言ってほしいことあったらお願いしますって。あのプライベートなの家族募集なんて言ってたらダメだよ。FM82.9 のこれは静岡の方 の, あの FM 局ですかね。もうなんか応援に来てくれてるみたいですね。オリジナルカメラで、ひでさんの好きなカメラマンが毎回協力無料で写真を提供してくれてますね。12月にあった写真を12枚ハガキサイトに入れてるんですけども、綺麗なハガキありますね。これを作る目的は一歩一歩の回っていうのを PR する。一歩一歩の回っていうのがやっぱガンの存在を知ってもらうってことが一番の目的で、で売上金は、あ、まあ全額を利益になっても500円だけど、利益金はうちの会社の会社で、だから、の会社の会社になってない。一歩一歩の会っていうのもがん患者の方が、作られている会 で富士山を一歩一歩登るっていう、そういうような活動をされているんですね。綺麗な写真です。たくさん言えるんですか。まだまだ言いたいことあるんですけど、フェイスさんがあの実行委員の山本さん、うちすっごい綺麗なことここへ、あのキュッキュッとライブを教えてもらうんですけど、かわいいシュシュが、ギリラライブ、それもお楽しみに。はい、こんな感じでしたね。さあ、これ映像たくさんあるんですよ。それで今まさにこれでスタートしていってっていう、そういうような状況からですね、記録が残ってるんですね。で、そうですね、ステージの模様なんかもちょっと見てみましょうかね。ステージの模様ですよ。もしかすると時計が向こう合ってないのかもしれないですね。
これはあの静岡の、リレーフォーライフの、会場で舞台で行われているコンサートですね。これはあの今回の大会の時に静岡の、実行委員の方というのは、ツイッターも結構頻繁に出していただいてくれて、はい、でツイッターの中にあのユーストリームのこの、映像が見えるサイトのリンクが貼られてますから、ぜひ、静岡のツイッターを拾ってフォローしてあげてください。そうすると頑張って、撮ってくれているこういう映像を見ることができますよ。さあ、僕はねルミナリエが見たいんですね。でルミナリエも見えましたからそちらの方もお届けしたいと思います。これはこの2本前に上げてくれてる先ほど6、7時くらいなのかなに上げていただいているようですね。はい、ルミナリエのろうそくの光が ルミナリエに書かれた、ね、メッセージを読みながらゆっくり皆さんがまた更新していらっしゃいますね。お父さんへ、私たち家族のことを天国で見守っていてください。こんなメッセージが書かれたルミナリエは本当にジーンときます。本当に静岡はよく映像を撮ってくださいました。ありがとうございます。さあ、今日上げていただいている、ビデオの中の最後のところ皆さんのなんか挨拶が入ってたりとかしてますからその和気あいあいとした雰囲気のところをちょっとまた、お送りしたいと思います。一緒に見てみましょう。はい、これユーストリームです。
わけさんのファミリーでーす。今映ってます。はい。あ、お母さんがね、ちょっとね、ちょっと暗いかな。こっち側来てくれるといいね。あー、めーめー、OK です、OK です。ここはいいですね、ここね。はい。見てますか、お父さん、母さん、元気でーす。はい、元気です。あ、いいね、いいね。多分これはあの録画もされてますから、後で見てくれると思います。はい、みんな元気でーす。OK。はい、こんな感じでしたね。さあ、それじゃあ静岡の、実行委員の方にお電話してみましょうか。はい。どんな感じかな。今電話中ですよ。お電話してます。実行委員の方、どなたか出られますか。ちょうど7時45分、47分ですね。どうでしょうか。皆さんお忙しいかな。じゃあ、あと3回。残念です。はい、静岡の実行委員の方にも電話してみましたけれども、今やっぱりお忙しいみたいですね。はい、ですね、これで今日3箇所、ホームページの方を見ながら、応援してみたというそういうところでございます。みんなものすごく実行委員の方も頑張って、今日の日を迎えられたと思うんですね。それから、チームを組んで参加されているがんサバイバーの方、それからその、ケアをしているケアギバーの方、本当にお疲れ様です。で、今日これで夜を迎えて、幸い天気がすごく良かったから、もしかしたら暑いなんていうこともあったかもしれません。夜寒くなってきて、逆に汗が冷えて風邪なんか引かないように、してくださいね。さあ、それからですね、今まさに、始まっているところのいろいろな活動をこう、翌週に続けていく、そういったような流れになっていくと思うんですけれども、来週がですね、なんとなんと非常に素晴らしい、量の、開催があるんですよ。リレーフォーライフのですね、来週は日本ですごいね、埼玉、千葉、川越、愛知、福岡、横浜、広島が、来週の、予定に入っております。これは僕ら今東京からお送りしているんですけれども、その東京から、お送りするわけには実はいかないのは、私たち、広島の実行委員でもあるんですね、縁がありまして。で、広島の会場に駆けつけて、でそこからこういった放送をもう一回、世界中に向けて、お届けしたいなと思うんです。で、できる限り埼玉、千葉、川越、愛知、福岡、横浜と、つなげながらやっていこうと思ってます。で、初開催愛知の、岡崎中央総合公園の実行委員の方とは、じゃあ、リレーをやろうねっていうふうにしてますので、リレー中継をやれるかもしれません。映像がね、見れるととっても楽しいですよね。さあ、それじゃあですね、少しここからですね、がんのサバイバーの歌手の方のお話を聞いてもらいたいなと思うんですね。キキさんという方がいらっしゃって、今乳がんを患われて、再発されたということで、今まさに戦っている最中なんですけれども、みんなにコンサートをして声を届ける、歌声を届けるという活動を通じて元気に自分がなっていくんだっていうふうに活動されてるんですね。で、
彼女のそういった活動を本当にしたいなと僕も思いまして、でそれはあの9月の24日になるんですけれども、あのコンサートの方、また中継のお手伝いをしようというふうに思っています。それでですね、あの実際どんな歌を歌われるか、ゴスペルの歌手の方なんですけれども、そのお歌を歌を聴きながら、これから、少し時間を遡って静岡のリレーフォーライフの映像をこう少しずつ見ながら、時間を過ごしたいなって思うんですね。はい、じゃあ行ってみようかな。どんなことになるでしょうか。
くも超えろ Yes I do Yes I do Yes I do さあいかがでしたか。キキさんのコンサートっていうのが、東京で行われるのは、本当に縁があって、東京にお越しいただく形になっているんですけれども、ドリームクラフトの方に、ご連絡いただければ、まだ若干チケットが残っている、完売間近という状態です。9月24日、東京で行われます。さあですね、ドリームクラフトではこういった番組を、皆様にお届けするように、頑張っております。ということで、この番組はドリームクラフトがお送りいたしました。それではまた実は明日お送りすることができます。リレーフォーライフ広島の、実行委員会が、ありまして、でその実行委員会直後速報という形でまた皆様に、お声を届けることができると思います。それではまた明日、ホノリンが東京からお送りしました。